でも多分内容以上に多分回答として人に読んでもらえる原稿かどうかを意識した方がいいと思う。実際武田塾チャンネル、武田塾教務の中森です。武田塾お茶の水本高校社長の太田です。中森先生、はいはい、ニュースです。お首都大学東京がこの度2020年4月に東京都立大学に名称を変更することになりました、うん、戻すんだね。戻すみたいですね。僕らの時代は都立大だったからね。あ、うん、僕らの時代はギリギリ首都大でしたね。あ、いやあれさ、多分ね、塾業界の人たちにあるあるだと思うんだけど、はい、さ、大学の後ろに東京ついてるのが本当にこうデータとか作成するときにめんどくさいっていう。そうですよね、うん、やっぱこれ予備校泣かせですよね。そう、なんで首都東京大学にしてくれなかったのみたいな。大学の後ろに東京あるとさ、他のやつが全部なんとか大学、なんとか大学、なんとか大学バーッと揃ってる中に一個だけ首都大学東京ってなるから、こう名称とかの並び替えがちょっとめんどくさいんだよ、うん、多分ここだけですよね。まあ、あとは大学校系統ぐらいですかね。ああ、まあそれはしょうがないと思います、うん、それはそれでね、はい、はい。じゃあそんな首都大関連の質問ちょっと来てるんで、うんうん、いいですかね、うんうん、はい、では読み上げます。首都大国語の威厳論述はどのように勉強したら、いいでしょうかとの質問です。あ、400字論述のことね。そうですね、あれは小論文ですよね、要するに。確かに、うん、いや、ていうか小論文ですね、うん、だから小論文の書き方でいいのかな、今回説明するのは、うん、で小論文ってさ、内容ももちろん大事なんだけど、人に読んでもらえる回答を書くことがまずすごい重要じゃないですか。はい、いや、例えば縦書き横書きがちゃんとしてるとか、その段落、一段落で400字使ってないとかさ、なんか誤字脱字ないかなとか、意見が2つに分かれてないかなみたいな形で、なんかこう最低限基本的に守らなきゃいけないルールってあるじゃん、はい、人に読んでもらう回答として、なんか礼儀というか作法というかさ、そこが結構まず重要なのかなとは思う。あ、そうですね、もう確かに点がなくて読みづらい文章になっていたり、うん、段落が分けられてないから、うん、どこで区切られてるのかわからない、うん、もうそういう文章って結構ありますからね。なので、書き方っていう部分とその内容っていう部分でそれぞれ多分鍛える必要があって、書き方はその小論文の書き方本をまず使って、はい、その原稿用紙使って、その400字なら400字、まあ、大学によって400字と800字とか1200字とかいろいろ分かれてくるんで、それで段落いくつぐらいでどの程度の内容が書けるのかで、その時の回答のルールっていうのをちゃんと、うん、学ぶっていうところから始め、うん、5W1H とかね、はい、そもそもどういう順番に話していっていけばいいのかみたいな、設計図作る段階の話かな。でさらに言うと、字汚くないかなとか、漢字間違ってないかなとか、ね、丸をちゃんと一枠使って書いてるかなとか、そういうとこですよね、はい、そこが最低限 で内容に関して言うと、まず要約ができるようになることが一つ、はい、これ大前提ですね、うん、何の話してんのっていうのがちゃんとまとめられて、でそこに自分の意見、経験談とかを交えて自分なり意見を書くと、でも意見はゼロから作るのは難しいんで、ネタ本なんかを使ってそのよくあるテーマに対する回答例を作るっていうこと。まあ自分で奇抜なね、回答なん、奇抜で鋭い回答なんて、うん、できないと思っちゃっていいんで、うん、回答を持ってきて自分なりに展開できれば小論文として成立しますし、うんうん、点数取れるんで、うんうん、まあね、ネタ本に関しては文系の学部であれば人文系か社会科学系の、まあ、教材のネタ本をやることになるとは思うんで、まあできればその2冊だけどね、はい、まあ、その中で過去問とか出てるテーマを中心にやっていくと、まあ、で順番的には、まあ、現代文キーワード読解みたいな短い文章を要約する練習から入って、開発講座やって小論文ネタ本みたいな順番でいいかな。時間なかったらネタ本一発目で読むけどね、はい、うん、っていう感じでやっていく、うん、でも多分内容以上に多分回答として人に読んでもらえる原稿かどうかを意識した方がいいと思う。実際武田の塾の塾生の小論文初めて書いた人とかで、ね、受験とかでも作文とかやったことないみたいな人の回答はマジで何言ってるのかわからなかったり、もう読みたくないレベルの、そうですね、うん、内容になってること、要は本当に字汚くて何書いてあるか分かんないとか、
あの言いたいことが分かんないとか、結局何言ってることが結論がないみたいなこととかもよくあって、うん、そもそも自分の頭の中ではあるんだろうけど、うん、あのこことここ全然つながってないことをポンポンって出しちゃって、うん、その間の接着剤がないから何言ってんのか全然つながってこないとか、はい、で大体無理やり G の聞き伸ばした感がすごいあ感じるのに、最後の方は調子合わなくて無理やり削って逆に必要な部分削れてるとかよくあるんで、ひどいですよね。だから本当に多分 そういう最低限ルールを守ることができないと回答として下手すら0点食らうんで、そこからまずしっかり直した方がいいかなとは思います、ね、はい、はい、こんな感じですかね、はいはい、では本日は以上です。武田塾チャンネルでは生放送もやってます、はい、武田塾スタジオコース毎週水曜日19時半から21時まで放送中、僕と清水先生でやってるのでぜひ見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでみてください。you